弊社より大変お世話になっております。動物の森 E プラス実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。よろしくお願いいたします。お、ベグスさん犬って言ってんね。久しぶりにペリを見ようかな。6月7日8時59分でスタートしてみましょう。雨だね雷雨ですね。これは相変わらず黒いですが、手紙とかもいろいろ来てると思うんだけど、とりあえずペリを待とうかな、ここでね。うらっ、雷雨の時専用の変態コメントとかないんかね心配しなくても手紙はちゃんと届けるよ。こう見えても僕は今まで一度だって間違って配達したことはないんだぜ。これ初めて聞くやつかな。それだけは誰にも負けない僕の自慢。そう、あ、誰がいたね今ね右上に誰かいたな。そう、プロフェッショナルってこういうことを言うんだよね、まただよねって言ってる。これすぐ行っちゃう。あ、あれ、まずどこに行こうとしている悪いんだけど僕にはまだ配達しなければならない郵便物が残っているんだ。プロフェッショナルだな、ごめんね。あ、これもしかしてプリババさんとこ行こうとしてる。わあ。XL が、ちょっと待って、 XL ちょっと待っててねXL ペシメジの傘差してんな。おおおおお、プリババさんからの稲ババですね。稲葉版とこにもあるんだ、なんか。ちょ、エクセルさ。エクセルちょっと動き出さないでくれ。まだ、あとで行くから。あとで行くからさ。一応まだ稲葉箱の家もありますからね。稲葉箱にはないんだ。稲葉箱にはなくて、あ、モラババさんとこ行ってんね。あ、あ、誰か来たね。あなたは一体。あ、ペジミチだ。ペジミチだった。あれ？あ、ペリオ！ペリオ！稲葉箱のとこにも届いてるねちょっといきなり来すぎだよみんな。行っちゃったよペリオが行っちゃったけどね。あ、しかもあれだ、君が送ってくれたこのアジアの礼服とってもかっこいいね。あれですね、服見えないけどあれなんだよ、ペシミンチにはアジアの礼服送ったんですよね。詩をね詩を綴ってこう7等分してね、住民たちにばらまいたんですけど、それと一緒に服も送っていたので、これから見に行こうと思ってたんだけどXL もな、着替えてたしな。普段はこういうのあまり着ないんだけど、稲葉くんになった気がしてなんか興奮気別に稲葉くんの服ではないんだけどね、デザババさんが生前着ていた服なんだけどね、それはね。ところで何の用、土俵、え、ちょっとニコマンも来てる。あ、いかん、着替えちゃう。ドゥース映る、ドゥース映る奇跡だよみんなお前ドゥース映してないだろうな、ニコバンに。この間お前にもらったこの最後の服ね、俺一時期オリバーが着てましたけど、俺が知りうる限り一番ダサい服をね XL には送ってあげました早速着てみたぞ。なんつうかオイラの体にフィットして、そして大胆だフィットしてる感はあるけどね、確かにね、ぺったり。とにかくいい服だ、サンキュー稲ババ。そうそう、お前さ、なんか用があって来たんじゃないの？話していいかな。ちょっとペシミチとニコはね、距離取ってほしいんだけど。あ、大丈夫かな？大丈夫かな？一応 XL と会話しときますか。おいら家具集めに夢中になりすぎて、気がついたら同じもの2個持ってる。あ、これなんかくれるやつだっけ？待て待て、ペシミチ。ニコマンと話すんじゃない。ニコマンが着替えるのは阻止したい。ダサいからみんな着てる服この間も2個目の青い椅子、青い椅子か、買うよ、何でもいい、とりあえずもらう。はい、ありがとう。あ、ちょっと、いかん、着替えちゃう、土俵映る、うかん、ちょ待て俺を解き放て。おい、大丈夫か、ちょいやもうニコバンに移るのはね、ちょっと防がないとね。ニコバン保守したいんだよな。3人はちょっと多すぎる。あー、会話始まっちゃった
ニコワンペジミチ、僕系同士ですけどね。タヌキチ君ってケチだよね。いきなりのタヌキチ批判。どうして？お買い物したらタヌキチ君にっこり笑って、キモいの。スマイルはサンベルだなもって言うんだよ。あいつマジ。あいつマジほんと。嘘だ。そんなの嘘に決まってるよ。にわかには信じがたいかな。もう、いそうじゃない？タヌキチ。おかしい。稲葉くん払ったことある？土俵。なんだこのペンシミチのテンションは。これ選択肢？ありえない。ありえないってこれ。払ったことはありえないよっていう選択肢なのかな。タヌキチがありえねえっていうことだったらちょっと選んでみたいけど。あるよって言ってみる。あるよって言うとどうなる？稲葉くん本当に払ったことあるの？詐欺られた。適当なこと言っただけなのに。適当なこと言うんじゃない。タヌキチくんでサンベルなら僕の笑顔だと1,100,100,100,100,100,300万ベルぐらいかな。さあ払って。え、これペシミチが言ってんの？お前笑ってないかな。ニコバンは満面の笑みだけど、これニコバンが言ってたのかな。誤植？わからん。ニコバンのね、笑顔にあったら300万ぐらい払えるのら。ちょっと なんで集まってくんの。3回。ちょっとどうしようかな。せっかくだから一応ペシミチ XA の会話とかも聞いとく？すごい格好してるね、この二人ね。まあ俺が送ったんですけどね。今から何して遊ぼうか。遊ぼうとしている。俺の家の前に三人いるのちょっと、動画の進行的にきついんだけど。どんな遊びもまずは体力作りからだ。とりあえず筋トレから言っとくか。この会話見たことある？見たことないかもしれないけど、なんとなくいつも同じ感じだからな、エクセルはな。判別が難しいよ。筋トレなんて嫌だよ。雨降ってるしね。そんなの稲葉くんだってやりたくないよね。俺やらないって言うとね、エクセル怒るんですよ。多分。まあ別にエクセルに怒られるのはいいけどね。ちょっと雨の日筋トレしたくないな、やっぱ。やらない。ほら怒った。文句を言うな。よし、まずは稲葉は、お前は足腰が弱いから。なんで俺が足腰が弱っていることを知ってるんだよ。1丁目から6丁目までランニング15往復。よしみち、お前は贅肉。贅肉がつきつつあるから。今日の晩飯は抜きだ。これ筋トレじゃないでしょう。ちゃんと食べないとダメなんじゃないの、筋肉アップするんだったら。ご飯抜きだなんて、そんなの筋トレと関係ないじゃないか。いやだよ。爆笑すんのやめろ。爆笑はするな。泣いちゃってるから、ペシミチが。笑うなよ。ああ、ほら、落ち込んじゃったじゃない。ちょっと、どうすりゃいいんだよ。とりあえず、マザーのとこ行くか。3人は多いな。3人は多いよ。なんかちょっと、ここで占ってもらうのも、久しぶりな感じすんね。さあ、マザー。人類の行く末を占いたまえ。ジーンズを履いて出かけると片思いの人に道でばったり出会うかも。思い切って誘ってみて。ごめん、ジーンズ履けねえんだ。ジーンズという概念がないんじゃないか。これジーンズ？これ、ジーンズじゃないよね。綿生地の短パンだよね。どう考えてもね。ジーンズ欲しいな。これで外出ると3人いるよね、まだね。いるね。ちょっとさ、ニコバンの口癖とか服が崩れんのすごい嫌なんで。一回セーブ&ロードするわ。これでみんな初期位置に戻るでしょ。大丈夫？今喋ってない？大丈夫かな？急げ急げ。はい。どうも。またすぐ戻ってくるからね。落ち着いて動画の進行をしましょう。はぁ、あ。なんか、まだ始まってないのにちょっと疲れちゃった。あいつ早かったな。ペシミチなんて結構距離あるはずなのにね。掲示板チェックからいきますが、更新はないですね。更新はないです。で、これカルタね。今で来ましたけど、これサブアカ作るごとの更新だとどう考えても終わらないので、最後まで。毎日ね、
方針を俺がしていこうかなと思ってます。あ、いいって来てるんで今日はうですね。ずっぽしかるたう、うさぎ忍者の桃地健山どうでしょうか。これまではね比較的俺の心情を吐露するタイプのものが多かったんですけど、ちゃんとね住人の紹介とかもねしていきますよ。割と本気で作るつもりでいます、ずっぽしかるた。で、あとはじゃあ手紙かな、手紙見ればいいかな。手紙もさ結構返ってきてるでしょ。7つ送ったんだよ、だって俺の詩の感想が大量に来ておりますみんなやりましたね稲葉さんって言ってくれるんじゃない化石はねもうこの間コンプしましたから何も考えず売っちゃえばいいんだもんね。誰から来てる。おー、セントアロー、モーモチー、ペシミチー、いいね、すごい返してくれてる。ムータヌキチで、ハッピールーム、母母ね。4通ですか。4通ですよ。7通出して4通返信ってすごくない。 50% 超えてんじゃん。これ順番に迷うね、どれから見ていこうか。とりあえず雑魚手紙からね、いきますけどね。ハッピールーム。はい。タヌキッチ。耳より情報。本日の特選家具は、透かし彫りのテーブル。これも持ってるな。捨てちゃおう。じゃあ、母行ってみますか。母。この便箋使うなって。この便箋やめてほしいんだけど。6月の母からの手紙は全部これなんだろうね、もうね。ひなばばへ、本棚を動かすつもりが動かされ、もっと体力つけなきゃ、母。はい。じゃあ、ムー、ペシミチ、モモチ、セントアローか。さっきね、来てくれてたんで、ペシミチから行ってみますか。ペシミチの手紙。お!あれ?ペシミチにさ、送った手紙の便箋これじゃなかったっけ?送った手紙と同じので返してくれるとさ嬉しいよね。マヨネーズがマヨネーズ顔の稲葉くん、これは悪口かな悪口な気がするんだけど、最近穴掘りしてる?継続は力だよ。この間汽車に乗ったんだ。駅弁のコロッケを食べながら夢みたいだったよ。じゃあおやすみ。なんだろう、なんかすごい情報量が多い気がする頭がクラクラしてくるんだが、じゃあどうしようかな。誰行く、順番悩むないつもだったらね何にも考えず桃地取りって言いそうなとこなんですけど、俺のね詩のねラストパートはムー当てだったんですよね一番のクライマックスがムーだったんで、その感想は最後に聞きたい気もするし、セントアローがね今日最終日なんで、やっぱセントアローかな。セントアロー最後で、モモチムーセントアローで見ていくか。まずモモチ、あー可愛い便箋だね。食いしん坊な稲葉場へ、知ってか知らずかおいらモモチ可愛すぎるでしょこれ何その挨拶、知ってか知らずかおいらモモチ、昨日クラシックのリズム前もなんかなんだっけ、サンバかなんかのリズムで何かしてなかったっけ。昨日クラシックのリズムで穴掘ってたら化石を見つけたぞイエーイこれさ前 XN の手紙であったかな、クラシックのリズムじゃなかった気がするけどね、優雅だな。じゃ筋肉つけろよもう一人、素晴らしい文章だな一部の隙もなくももちっていう感じがしますね。素晴らしい、これは永久保存版ですね。額に入れて飾っておきたいね。じゃあ、ムー行ってみますか。俺のね、詩のクライマックス部分の感想、どうでしょうか。すごいなんかまばゆい感じの便箋ですけど。獣のような稲葉場へ。男一匹パトロール。はぐれ者のムー。何その挨拶。なんかみんなそれぞれの前工場を持ってんだな。なんだよ、男一匹パトロールって。おめえのこと、XL がいい感じって言ってた。そうかい?ありがとう、XL。なんだろうな。これは何か裏があるぜ。寝る前には歯を磨けよ。ムーより。全然、俺の詩に触れてくれないな、みんな。
マールに送ってればな、マールだったらやりましたね稲葉場さんって言ってくれたと思う。じゃあセントアローね、ラスト行ってみましょう。あー、落ち着いた感じの便箋ですね。色白の稲葉ちゃん、全然色白じゃないんですけど別人なんじゃないかな。色白の対義語みたいなところあるからな稲葉は、今の稲葉は。ねえねえ稲葉ちゃん、ニュースニュース、 XL ちゃんまた XL？ XL ちゃんの特製オムライスはもう食べた？超塩辛かったそりゃできないよ料理は、 XL は。 PS、 ああまた遊ぼうね、セントアローより。なんかじんわりきちゃうね、 PS のところだけじんわりきちゃうね。うん、今日ねセントアローの最終日ですから、なんか考えてね、いい最終日にしてあげよう。非常にいい順番で読めたんじゃないでしょうか。よかったね、手紙ね。じゃああれですね、手紙を送った子たちが着替えてくれているかどうかを見ていきましょう。 XL はもうね見たからね、サイコロの服を送っております。あと送ったのが近場で言うと文ちゃんとムーカ。文ちゃんはね、あの XL のデフォ服の、なんて言えばいいんだろう、なんか小学生が着てそうな小学生男子が着てそうな、なんか緑色の T シャツを着てて、ムーもデフォのあの千鳥格子の服だっけを着てたんですけど、どうかな。文ちゃん寝てる？あ、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 ちょ、待って、すいません入れなかった。そっか、9時台だからまだ俺系は寝てんのか。捕まえることができませんでしたが、着替えてましたね。あのね、涼しげなニットかな。うんちゃんにはね、セーターを送ったんですけど、これあれだな、XL ペシミチに続いて、うんちゃんも着替えていたので、1日に服を送って着替えてくれる住民3人説っていうのがね、まことしやかにささやかれていたんだけど、次のムーが着替えているかどうかで、まあ、その説の真偽が明らかになりますよね。まあ、なんか着替えてそうだけどね。今んとこ 100% 着替えてるし。桜島も入っちゃうな。ってことはムーも入るよね。まあ、服着替えてるかどうか分かればいいか。あ、ムーも入りますが、着替えてるね。着替えてました。ムーにはね、小学生男子が着てそうな T シャツのオレンジバージョンを送ってます。オレンジソーダな服かな。なぜならジャイアンに似ているからです着替えてますね。ってことはあとは誰だ。この感じだとみんな着替えてそうだね。あと服を送ったのが、ブーケとモモチですね。ブーケいる？ブーケ、あ、いないかな。部屋の中にいるのかな。ペシミチはいるよね。ペシミチはアジアのレイプに着替えてもらいました。ムーキーいないの？散歩かな？あ、散歩ですね。噴水とか？いた。ムーケはね、このね、ドラゴンスーツかな？ムーケにはね、やっぱちょっと、カンフーをやってほしいなっていう。カンフー映画好きでやってほしいなという勝手な思いがあってですね。このドラゴンスーツを送らせていただきました。山ちゃん、ちょうどいいとこに来たわ。あんたがくれたドラゴンスーツを着てみたんだけど、なかなかいい感じよ。うん。いい感じ、いい感じ。やっぱね、ブーケはね、何でも似合いますからね。そうね。ズッポシ村のプリマドンナって感じがする。プリマドンナは多分ドラゴンスーツは着ないけどね。いいよ、いいよ。それで何か用があるんでしょ？うん。あ？これなんだっけ？届けてきたよってなんだっけ？なんかあったんだ。稲葉ちゃん、ご苦労様。あ、ペシミチ、ああ、ありましたね。ペシミチに何かを送ったね、そういえばね。どんな感じだった？バッチリだったよ。そっか、よかった、チェキ。プレゼントした甲斐があったね。でもあれ安かったんだけどね。何を送ったんだろう。わからないけど。他誰かいないの？風景だけかい。ぽいね。